私はですね、まあ古くから私をご存知の方はお分かりのように非常に謙虚で、まあ、常に後ろの方にいるんですが、今日だけはですね異常に張り切っております。皆さんはエリートです。このバカマスコミがこういうありもしないことを書いているときにね、残念ながらこの安保法制という当たり前の法律に反対するおバカが5割を超えているときに、こうして立ち上がっている皆さんは言葉の正しい意味で本当の意味でのエリートです。ただ民主主義というのは多数決ですから、エリートだけでは困るんです。どうか未だにほとんどこの条文も読まないで反対しているおバカたちに言葉優しく奴らのレベルに合わせて説明していたやっていただきたいと思います。ただですね、世の中少しずつ変わってます。あの朝日新聞でさえ安保法制を支持するという人が 26% から 29%、 たった 3% と言っても増えたんですよ、朝日新聞でですよ。それから昨日一昨日の夕刊フジご覧になりましたが、一面にですね、今日もやるだろうあの左翼の連中の中に中国の工作員、これはあの一応夕刊フジの一面ですから、いわゆるネットのヨタ記事じゃなくてですね、かなりの確証があると思いますが入り込んでいるというようなことが かなり出てきてます。それで本当に、まあ、おバカではあるけど純粋なですね、こういうあの反対のデモに参加してたのが本当に参加していいのかというようなことを言い出してる。それから何よりかにより民主党が今分裂の傾向が出てるんですよ。これも朝日新聞が報じておりますが、代案を出すべきだと、安保法制に反対をするなら代案を出すべきだということをですね、まあ、民主党の長島氏とかあるいは前原氏とか、まあ、民主党の中では吐き溜めに釣りのような人が言ってるんですね。ところがあの先ほど来名前が出てます、口に出すのもはばかるあのイオンのバカ息子の岡田坊だとかですね、枝野とか、こういう前田のなんてのはもう旧角丸ですよ。こういうのはもう強行突破でいこうとして、しかし世の中だん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 今変わりつつあります。日本人はそこまでバカではありません。これは我々がちゃんと伝えれば、ちゃんと伝えれば必ず日本にとってこの平和安全法制は必要だということは理解できるはずなんです。まあ早くもその兆候が出てきてます。で、昨日ですね、ネットをパチパチやってましたら、鶴のなんとかという割合で有名な芸能人ですが、これがですね、テレビや新聞見ると安保法制反対ばかりで、まあ賛成の意見も聞きたいなと、別に賛成って言ったわけじゃないんですよ、賛成の意見も聞きたいなと言った途端に集中的に攻撃を受けて、これが炎上しちゃったんですよ。もうね、明らかに左翼ファシストなんですよ、ファシズムなんですよ。それでその鶴野さんに対して批判をしている文言がね、文言が笑わせるんですよ。憲法学者がみんな反対してることをわからないんですか、笑わせるなと。あんな憲法学者なんてやつらがいかにいい加減か、これは今の憲法で飯食ってるやつらがね、その憲法のこと言われたら当たり前じゃないですか。ラーメンなんか食うなと言われたらラーメン屋の親父が集合するの当たり前ですよ。で、日本は学者の言うことを聞かなかったからなんとかなったんです。私とか水島さんが学生時代経済学なんてのがほとんど全てマルクス経済学でしたよ。それから国際政治学なんかも今から考えれば信じられないようなバカげたことを言ってた。しかし時の政権もですね、経済界も一切そういうものを採用しなかったからここまで来たんですね。学者なんてのはそんなもんですよ。まして憲法学者なんてのは学会の中でも最も遅れてる人たちです。こうしたその憲法のでしか飯が食えない憲法商売人と、そして大江健三郎に代表されるど素人、日本は一芸に秀でた人を評価する傾向があります。ですからノーベル賞を取った何とかという左翼学者だとかね、大江健三郎なんか何か言ってる。しかしこんなのはですね、そば打ち職人が言ってるのと一緒なんですよ。そのおのおのの世界では、まあ、一応ノーベル賞を取ったから私嫌いだけど一応そうかもしれない。しかし例えば大江なんてのは愛媛のど田舎でですね、その小学生時代に憲法を知って、これでパチ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 と拍手して、それから全く成長が止まってない本当にかわいそうな少年なんですね、大江は。でこういう連中の力を借りないともうどうしようもないくらいになってるんですよ。皆さんもうね、安保法制が必要だなんてことは今更言うまでもありません。これを広めていかなくちゃいけない、広めていかなくちゃいけないんですよ。その意味で今日左翼のおバカの真っ只中に我々力を上げましょう。で私はですね、本当にこの間のコラムで後でなんかゴムまでのように張り切ってますねとか言われましたが、本当に張り切ってます、本
皆さんエリートです。誇りましょう。でどうかね、皆さんね、今日の写真をしっかり撮って真心代まで伝えてください。おバカがたくさん反対なんて言ってる時に、俺は本当に反対したんだ、私は反対したんだ、おじいちゃんおばあちゃん嘘でしょ、見ろこの写真をと言ってください。皆さんはエリートなんです。本当に頑張りましょう、戦いましょう。ありがとうございました。非常に私は張り切ってます。今日一日徹底的に頑張ろうということで、もう左翼がうじょうじょいます。こいつらにの度肝を抜くためにもスプレーコールをやりたいと思います。スプレーコール日本を守る八方運勢を推進するぞ。中国の真の手から日本を守るぞ。日本を守り抜くぞ。日本を守る八方運勢貫徹のため我々は戦うぞ。法案成立まで戦うぞ。最後まで戦うぞ。徹底的に戦うぞ。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 徹底的に頑張りましょう。ありがとうございました。